今回紹介するのは「ありがとうを言えなくて」という本です。とつとつとした語り口に喪失感が一層感じられるこれだけの分量の文字を書ける落としではないでしょうから編集さんが口述筆記して構成して作った本でしょうただ編集の仕方が非常に巧みでノムさんが本当に語っているかのような一冊に仕上がっています。 まるでノムさんがそこにいるようなとつとつとした語り口からイサゴチウ夫人を亡くしガランドとなったノムさんの喪失感が一層強く浮かび上がってきます綺麗ご事が書かれているわけではありませんむしろ強欲で高慢な女性の姿が描かれていますただそんな女性に惹かれたノムさん他人から何と言われようと唯一無二の得がたいパートナーだったのだと思います こんな風に振り返ることができるというのは悪くないことだと思います。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。